続いて下北沢にも春の最強を発見。それが橘寿司。店内はまさにスプリングハズカム。人呼んで最強の桜吹雪、橘浩一。そんな橘の職人芸、春を呼ぶ必殺技その1。その秘密はシャリの握り方にあった。よく見ると、今のは何だ。そこでもう一度。なんと春の空気と一緒に握り込んだ。名付けて春握り。春を呼ぶ必殺技その2。桜の葉っぱと花の塩漬け。まず昆布締めのように塩漬けした桜の葉でヒラメを巻く。そこへ真打ち登場。お寿司の上に花が咲く。もちろんシャリには春の空気がいっぱい。しかしこれで終わりだと思ったら大間違い。必殺技その3。ピンク色のアンデス岩塩が桜吹雪のように舞い落ちる。ついに到来、橘の春。もちろんヒラメだけじゃない。旬の稚鮎には背びれと尾びれに桜色のお化粧。さらにトロにも春風が漂う。恐るべし橘寿司。これぞ春の最強。